悪ふざけも大概にしなさい。いや、助けて。これ一体どうしたんだ。何をしたのかちゃんと自分で白状なさい。俺は無実だってば。とぼけないで。うちにあった卵がいきなり消えるはずないでしょう。それは腐ってたから捨てたんだよ。昨日買ったばかりの卵が一日で腐るわけないでしょ。全部食べたんだ。20個も。嘘おっしゃい。暴力だ、助けて。もういいだろう。ほらボス、お前も早く本当のことを言え。そうよ、じゃないと私たちもかばいようがないんだよ。卵は村に帰ってきたあの疫病神に投げつけてやったんだ。え、あの子のことか。チェンシンか、かわいそうに。またチェンシンをいじめたの。今すぐ立って謝ってきなさい。嫌だ。まだ言うの。もう村にはいないもん。え、どこ行ったの。それはまた裏山の方に逃げてったよ。なんだって、このなんてことしてくれたのよ。早く探しに行かないと大変。ホーソンちゃん。孫さん、まあ慌てるな。聞くが、最後にチェンシンを村で見かけたのはいつなんだ。多分7時くらいだったかな。7時か。もう4時間も経ってしまっている。なんてことしてくれたのよ。俺は悪くないもん。この間あいつに石を投げつけられたから卵でやり返しただけだ。とりあえず手分けして探そう。無事だといいんだが。よっはっ、やれやれ。こんにちは。どうかしましたか。これは生き餌さん、お見苦しいところを。この村の近くに天空山荘という場所があってな。以前はそこで祭祀が行われていたんだが、神獣の金烏が闇鬼に取りつかれてしまって以来、みんな気味悪がって誰も寄りつかないんだ。チェンシンはまさかあそこへ。何か事情があるのでしょうか。話せば長い。チェンシンはな、5年前にいきなり現れて、村の東に住む王さんが面倒を見てきたんだ。それまでどこにいたのかは誰も知らず、王さんも言いたがらない。しかし最近、裏山から降りてくる人影が王さんの家に戻っているという目撃情報が頻繁に寄せられているんだ。裏山って天空山荘がある場所ですよね。変だろう。あそこは長年遺棄されて、最近じゃ恐ろしい噂しか耳にしない。大量の闇鬼が潜んでいるだとか、旅人が行方不明になったとか、研究所で人体実験が行われているだとか。噂の出どころは不明だが、チェンシンが裏山に出入りしているのはどうも確かなんだ。チェンシンはよく裏山に行くんですか。山に出入りする人影はもっとずっと昔から目撃されている。まだ幼かったチェンシンには無理なはずだ。だが最近は王さんもご高齢で手に負えなくなって、外出の頻度が増えたようなんだ。そして先月、チェンシンはとうとう失踪してしまった。嫌な予感がして、裏山以外手当たり次第探したが、やっぱりどこにもいなかった。結局生き霊が出動しても見つからず、今回いきなり帰ってきたものだからみんなびっくりしてるんだよ。裏山に何かあるのは確かですね。方村長、村の周辺は任せてもいいですか？俺は裏山の方を探してきます。それはありがたい。みんな気がついた？気分はどう？黄色？私、ここは…まだフラフラするのね。もう少し休んでて。ランさんは初めて蜃気楼に入るので、神経接続に時間がかかります。耳鳴りやめまいが長時間続くようでしたら教えてください。もう一度身体検査を行います。わかったわ。ご苦労様。いいえ、ヒーロー様のお役に立てて光栄です。蜃気楼の副作用についてはチェンジー様も懸念されていました。神経接続が終わってもしばらくは休ませて経過観察するようにと。じゃあランには私が付き添ってるから大丈夫だって伝えておいて。仕事に戻っていいわよ。かしこまりました。少し良くなった？立ち上がって歩いてみてもいいかも。気分が悪くなったらすぐに教えてね。うん。慣れてきた？じゃあチェンジお姉ちゃんのところに連れてってあげるね。チェンジ？忘れたの？蜃気楼の主任研究員。今回は彼女に会いに来たのよ。心配しないで、私の後についてきてね。ヒーロー様、ラン、かしこまらなくていいわ。それよりチェンジ、ちゃんと計画通りに進んでるのかしら。燃料供給モデルを構築したおかげで X1 ケガレクサの第217回生成実験は無事成功しました。引き続き機械による量産を試みています。しかし機械本体の生成効率不足によりエネルギー波動の増幅効率が不安定になっています。目下解決方法を模索中ですが、大変申し訳ありません。ええ、それは報告書で読んだわ。あなたならきっと解決できるって信じてる。ありがとうございますヒーロー様。口約束だけではなく、ちゃんと計画書通りの成果を上げるつもりです。張り詰めすぎよチェンジ。すみませんヒーロー様。いくら現役球全体が緊張状態でも、その子に無理をさせるのはあまり良くないと思うわ。ヒロ様、名前は何て言うの？チェンシンです。チェンシン？チェンシンは写しようを意味します。無境から目覚めることを願って、その子のためにも少し休んだ方がいいんじゃない？はい。ん？どうしたの？なんでもない。もしここが退屈だったら外に遊びに行ってもいいわよ。うん、いいのヒーローお姉ちゃん。ただしみんなの邪魔にならないようにね。ランさん、ここより先は立ち入り禁止です。でもさっき他の子供が入ってったよ。困りますよ、ずっと見張ってますが誰も入ってませんよ。え？ちゃんとこの目で見たのに。どうかしたの？いえヒーロー様、きっとランさんの勘違いか何かでしょう。他の子供がいるのを見たとのことですが、この研究所の性質上、そもそも一般人がたどり着くのは不可能ですので。それは迷惑をかけたわね。とんでもない。まだ遊び盛りの年頃なので仕方ないですよ。安全上の問題さえなければ大丈夫です。一緒に来てもらえる？ヒーローお姉ちゃん、頭はまだ痛い？もう大丈夫。はい、これを飲み込まないように口に含んでみて、楽になるわ。さっき子供を見たって言わなかった？うん、だけど子供なんていなかったし、他の人も見てないって。世界の移り方は一様じゃない。その人の出身や持っている知識に左右される。だけど一つだけ言えるのは、知れば知るほどそれだけ背負うものも増えてしまうのよ。今はこの実験室が新鮮で、見たものが全て真実であるような気がするかもしれないけど、本当に全てを背負う覚悟はできてる？できてるよ。じゃあちゃんと目を見開いてよく観察してごらんなさい。さっきの飴はちゃんとしまった？うん、ポケットに入れたよ。なくさないでね。体調が悪くなったら舐めるといいわ。ねえねえ、ランさん、ランさん一つ聞きたいことがあるんだけど、他の人には秘密にしてほしいの。他の人？ヒーロー様が好きなお茶の銘柄って知ってる？あとお菓子も。それはバカ、適当に答えればいいでしょ。あ、ダメだよ。ダメじゃないわよ。実は私、近頃お疲れのヒーロー様のためにこっそり贈り物を準備したの。誰にも言っちゃダメだよ。え、でもあの人には見えてないの。嘘って何が？あのヒーロー姉ちゃんは鉄切りが好きだよ。鉄切り？そう、鉄切り。さすがはヒーロー様、好みも上品だわ。しかも鉄切り、お茶の趣味まで特別なんだね。ありがとう、このお花あげる。どうかヒーロー様には言わないでね。二人だけの秘密。あ、うん。じゃあまたね。うん、バイバイ。やっぱり見えるのね。あなたはチェンシン？中で話そう。他の人を驚かせないように。大丈夫？どこか悪いの？大丈夫。あなたは幻影球の人。幻影球？違うよ。麓の村の人に頼まれて君を探しに来たんだよ。ごめん、まだ帰るわけにはいかないの。ここでやらなきゃならないことがあるから。何をするの？ここは幻の中なんじゃないの？関係ないでしょ。でも村のみんなも心配してるし、カシオの生き絵まで出動して大騒ぎになってるの。こんな危険な場所に置いていけないよ。何度も来てるけど、そんな噂されてるほど怖い場所じゃないよ。あなたも外の装置を通ってこの蜃気楼に入ってきたのよね。そうだよ。実はここを出る方法は私も知らないんだ。強制終了でもしない限りシステムが自動終了するまであと6時間は閉じ込められないといけないの。6時間？そう、時間になれば勝手に外の世界に戻るから、村のみんなに私は大丈夫だって伝えてくれないかな。あ、待って。チェンシン、大丈夫？まさか蜃気楼の副作用。ねえ、この飴を口に含んで。今のは何？ヒーロー様がくれた飴だよ。蜃気楼システムにいる時のめまいを和らげてくれるって。ありがとう。ここに来すぎたせいかな。最近はシステムに接続するたびにどんどんめまいがひどくなってる。そんな無理しちゃダメだよ。ここに来た理由を教えて。力になるよ。私はただ真相が知りたいだけ。ここで行われていた実験の内容、そして私のお母さんシェンジーの過去をね。この元凶はその唯一の手がかりなの。だけど研究所で起きたことは再現できても、私が入手できる情報には限りがあるみたい。それとさっき見た通り、私はここの人間には見えないし、過去の出来事には一切干渉できない。でもあなたは違うよね。私？装置入力画面でアカウントを選ばなかった？それはランさんのアカウントよね。既存のアカウントにログインするには特別な権限が必要なはずよ。私も試したけど全部失敗したから。おかしいな。特に承認は求められなかったのに。あなたもしかしたら…まあいいや。それより力になってくれるって言ったよね。一緒に来て。穢れ草の培養室だよ。穢れ草？暗闇の力を吸った植物は特殊な形に変異して幻覚作用を持つようになるの。どうしたの？ほぼ想像通りだったわ。ここに載っているのが穢れ草の培養記録と生態資料。これはエネルギー変換率の記録表よ。穢れ草を培養するのは実験に必要だから？その幻覚作用で使った大規模な元凶が蜃気楼？うん。研究所の最終目的は蜃気楼計画。だけどお母さんたちが何を犠牲にしたのか、それが知りたいの。隣に行ってみよう。ランさん、ここは入れません。どうして？それは申し訳ありません。こちらでは完全防音の作業が行われているため、部外者は立ち入れません。作業ってどんな？それは言えません。分かった。ランさん、あの研究所どこも入れなくてつまらないな。そうよね。ここで行われている実験は極秘だから、権限が与えられたヒーロ様とチェンジー様以外はいろいろと制限がかけられてるのよ。それに危険な実験設備も多いし、実験室の入り口はチェンジー様の部屋の制御台からしか開けられない仕様になってるの。だから探検のしすぎは禁物よ。そうなんだ。分かった。ありがとうね。じゃあ私は仕事に戻るね。また後で。ランさん、ここで何をしてるんですか？ヒーロー姉ちゃんが好きに見学していいって。それは。どうしたの？制御台が起動されて駆けつけたらランさんがいたのです。ご迷惑をおかけして本当に申し訳ないわ。とんでもないです。何もないならよかったです。私たちはこれで失礼します。ええ、ご苦労様。私、あの部屋には穢れ草から暗闇の力を生成するための精密機器が保管されているの。安全地の範囲内とはいえ限界量を生成している分、ほんの少しの誤差でも大災害を引き起こしてしまう。だから警備も人一倍厳しくなっているのよ。それってシェンジ、お姉ちゃんは危ない実験をやってるってこと？暗闇の力という禁断の果実に手を伸ばす以上、代償はつきものよ。だけどそれは私もチェンジーも承知の上、小さな代償で大勢の旧域の人の命を救えるならおのずと結論が出るわ。うん、分かった。じゃあ好きに見学してて。何か興味を引くものが見つかるかもしれない。今ヒーローが来てたよね。大丈夫だった？大丈夫。実はさっき護衛が駆けつけてきた時、ヒーローが助けてくれたんだ。よかった。じゃあ先に私の発見を話すね。あの部屋では穢れ草からエネルギーを生成して圧縮することで蜃気楼に動力源を提供しているの。でももしかしたらエネルギーの生成可能量が限界値を超えそうなんじゃない？うん、演算式を調べたけど需要が急激に増加しているの。蜃気楼の維持には莫大なエネルギーが必要なんだろうね。ただでさえ限界値ギリギリなのに、これ以上生成量を増やさなきゃいけないとなるとリスクが。もしかしたらそれが研究所の崩壊とお母さんの失踪に関わってるのかもしれない。次はどこ行くの？まず先に確認しないといけないことがあるの。蜃気楼計画の真の目的？うん、研究所ごと爆発する危険を冒してまで幻覚作用がある穢れ草を培養してるのも、極限までエネルギーを生成してるのも、全部この巨大な元凶を維持するためでしょ。でもどうしてこんなことをする必要があるんだろうね。そうだね。ここまでする理由は何だろう。あと少しで全部がつながりそうだけど最後のピースが足りない。だから今から最初の実験室に戻ってあることを確かめようと思うの。あなたは北西にある資料室を調べてきてくれない？資料を閲覧する権限はあるはず。分かった。ありがとね。もうすぐ真相にたどり着けそう。チェンシン、おかえり。うん。どうしたの？なんでもない。何か分かった？うん。資料室には、この研究所の歴史と、これまでの全ての研究資料が保管されてあった。その中で、ある単語が目についたんだけど、半闇夜にか。おそらく、これが全ての根源だと思う。暗闇の力に感染した者は、意識を失うだけじゃなく、敵にも操られてしまう。まさに、歩く屍だよ。だから、反闇夜ニカの研究は急速に進められてきた。そして研究は、死者を蘇らせることを目的とする学派と、虚構空間内で闇鬼の精神だけを取り戻すことを目的とする学派に分かれたんだけど、後者の学派の創始者が。そう。チェンジ、私の母よ。心配しないで。反闇鬼化の精神逆転実験だなんて、すごく大事なテーマじゃない？立派なお母さんを持ってるんだね。優しい言葉をありがとう。さっきの実験室は被験者の一時保管場所だった。何度も上書きされた被験者名簿には、生前の履歴や家族情報が全て抹消され、標本番号だけが記録されていた。なんとか自分に言い聞かせたわ。あの人たちは自分で実験に志願したんだって。そしてこの蜃気楼という巨大な元凶を構築しているのは、巨大な精神の楽園を作ってみんなを苦しみから解放するためなのかなって。でも、もし死んだ闇鬼で人間を蘇らせるつもりなら、あの被験者たちは一体どうなったのかな。ヒーロー姉ちゃん。反闇鬼化は旧域に必要な研究なの。家族を闇鬼にされた民にとっては、闇鬼として殺してもそのまま放っておいても幸せな結末にはならない。それだけじゃないわ。闇鬼化した兵士たちは敵に操られ、味方に刃を向けるようになってしまう。かつての仲間や家族が殺し合う悲劇は繰り返してはならないわ。それがこの蜃気楼が作られた理由よ。そして今日も現永久の管轄のもと、秘密裏に研究を行い続けている。いろんなものを見てたくさん疑問が湧いたでしょ。チェンジンに会ってきなさい。あなたの欲しい答えがそこにあるかもしれない。チェンジ、お姉ちゃん、私を待ってたの？ええ。ヒーロー様が実験内容を全てあなたに開示する許可を出したわ。いよいよ本格的に関与させる気になったのね。ついてきて。ここは被験者の意識をアップロードする部屋。あなたが経験したように、精神接続を行うことで蜃気楼に入るの。装置は好きに触っていいわよ。もうずっと使われてないから。意識をアップロードするのは反闇鬼化実験のために？ええ、そうよ。ヒーロー様の言った通りね。本当に頭のいい子だわ。反闇鬼化の研究は最優先事項だから、どんな手段を使ってでも成功させなければならないの。被験者を育てるための苗床が蜃気楼なら、汚れ草はその肥料だと言えるわ。心の準備ができたら私のところに来て。チェンジお姉ちゃん、ここが闇鬼標本室よ。後の案内は研究員に任せたわ。チェンジ様、ランさん、一緒に来てください。こちら315号男性成人体、外界の影響を受けやすくかつ破壊力が高いため、実験中は薬剤を一定量希釈して投与していました。下の階に原料室があります。見学しますか？原料室？はい、外部から運ばれてきた原料はそこで保管され、身体データが基準を満たし次第次の実験プロセスに進みます。ご案内します。剣士言ってて少し一人になりたいの。シンジ様、367号の細胞活性レベルが基準を満たしていません。分かったわ。規定通り処理して。手厚く葬って。317号女性、目立った外傷なし。脳波も非常に安定しているため貴重な実験材料と言えます。では点検を再開しましょう。7時前に不良個体を全部排除して。チェンジお姉ちゃん、これは何？兵士の気象よ。ここにいる被験者はみんな戦場から運ばれてきたの。地獄を見ながら亡くなったのでしょう。反闇オニカの実験を行う限り犠牲はやむを得ない。最初から覚悟していたことよ。彼らへの弔いだなんて言うつもりはないわ。ただ実験の代償と罪の重さを忘れないよう自分を戒めたいだけ。まだ幼いのに嫌な気持ちにさせてごめんね。でもこれだけは信じてほしい。私たちがやってることはより大勢の幸せのため、今も前線で戦ってる人と後の世代のためだって。前進のため？前進には名前の意味する通り、この蜃気楼とは無縁の闇夜にも戦争もない世界で母親の罪を背負うことなく健やかに育ってほしい。ごめんね、こんなことまで話しちゃって。ここは低温度の密閉空間だから体調が悪くなってしまうかも。他の部屋を見学していいわよ。分かった、ありがとうジェンジーお姉ちゃん。もう全部見たわね。ここで行われている研究は旧域の社会には受け入れられないかもしれない。けれど私もチェンジーも責任を果たすためならどんな非難も背負うつもりよ。だけどもし研究が失敗したら、それは後世の評価に委ねましょう。結論は未来の人間が過去を振り返った時に下すものだから。だけど岐路に立たされた当事者が正しい選択をするのは難しい。力と責任が増えるということはそれだけ多くの人間の運命を握ることになり、一つ一つの選択の重みも増すの。研究所のみんなもそう。私とチェンジーを信じてこの危険な実験に命を懸けてくれた。だからどんな結末になろうと責任を取る覚悟はできてるわ。あなたもいつか選択する側の立場になったら大勢の希望と幸せを一身に背負うことになる。旧域ひいては人類全体のために、それまでにどうか心の準備をしておいてほしい。旧域と人類のため言って、まだやることがあるのでしょう。チェンシン大丈夫？まだ飴はある。めまいがまたひどくなった。あれが最後の一粒なんだ。どうしよう、人を呼んでくる。その必要はないよ。ありがとう。実はね、人生で飴を舐めたのはあれで2回目だったの。チェンシン。私は小さい頃からお母さんがいなかったの。同い年の友達で集まった時、みんなお菓子や飴が入ってる巾着袋を取り出してお母さんに縫ってもらったっていうの。だけど私だけ何も持ってこなかったから「お母さんいないの?」って聞かれて、とっさに「お母さんは仕事に出かけてる」って答えちゃった。明日帰ってきたら全員に飴をおごってあげるって。みんな笑いながら走り去ったわ。私は帰り道一人で泣いた。でも家の門を開けたらなんとお母さんがいたの。飴とお菓子をいっぱい詰めたカゴを持って絵本を読んでくれて、この翡翠をくれた。お母さんにもう行かないでって懇願したわ。でもお母さんは何も言わず、翌朝夢が覚めた。飴を持ってみんなのところに行ったけど、お母さんにもらったって言っても誰も信じてくれなくて、しかも泥棒みたいな扱いをされた。あれ以来一度も飴を食べてないの。チェンシン、実はさっきまたあなたのお母さんに会ったんだ。自分が犯した罪とは無縁の研究所の外の世界で自由に育ってほしい。お母さんはそんな願いを込めて、研究とは反対の写しを意味するチェンシンという名前をつけたんだって。あなたのお母さんがしたことは悪とも善とも言えない。だからせめて自分が見聞きしたことをありのまま伝えたいと思う。暗闇との長年の抗争で多くの死傷者を出してきた旧域は、人間の犠牲を減らすため、そして闇鬼になった人たちを助けるために、死体を利用してでも反闇鬼化の実験を進めなければならなかった。その代償は、そう、被験者となることを希望した元生き絵の闇鬼たちも、あなたも被害者だよ。でもこれだけは忘れないで。その人たちもあなたのお母さんも偉大な存在なんだよ。お母さんの部屋に行こう。そこに全ての答えがあるかもしれない。たちが身につけていた勲章。そう、お母さんは被験者たちのことを忘れてはいなかった。まさか私の翡翠、これは前に見たような気がする。これはお母さんの日記。背が伸びたわね、チェンシン。これからきっと迷うこともたくさん出てくると思う。大事な時にそばにいてあげられなくて本当にごめんね。でもどの道を進もうと後悔のないようにしてほしい。お母さん行っちゃうの？あどうか許して、チェンシン。お母さん、私本当にごめんね。いや、お母さん。最後にお時間をいただきありがとうございました。私こそありがとう。長い間苦労をかけたわ。最終データは全てサーバーにバックアップ済みです。反闇オニカ研究の第一段階は結局は失敗に終わってしまいました。被験者たちも私ももう二度と元には戻れない。もう限界です。ヒーロー様、最後に楽にしてあげてください。あなたは役目を果たしたわ、チェリー。あとは私に任せて。大丈夫？俺は大丈夫だよ。よかった。それじゃあいよいよここでお別れね。お別れ？うん。蜃気楼サーバーは完全にシャットダウンして、もう接続できなくなってるわ。でもありがとう。あなたのおかげでやっと過去から解放された。当然だろ、仲間なんだから。うん、行こう。ラン、麓の村から子供が行方不明になったって連絡を受けたんだけど、どうやらもう大丈夫みたいね。まあね、何もないのが一番。さて、持ち場に帰ろっか。待ってください、私も連れてってくれませんか？心に決めたのね。はい、来て。彼女ならもう待ってるわ。お母さんの研究を引き継ぐつもりなのか？私には研究の才能はないけど、領域を守りたいという信念はお母さんと同じなの。今はとりあえずそれに向かって突き進みたい。ありがとね。